さあ始まりました音痴か。今夜のゲストはパラダイスの皆さんです。せーの、私たちパラダイスです。よろしくお願いします。皆さんはこのパラダイセズというグループをご存知ですか？彼女たちが所属している事務所というのが、あの楽器を持たないパンクバンドビッシュも所属している今話題の音楽プロダクション WACK なんです。 WACK には今や大人気のビッシュ以外にも、某バラエティ番組から誕生し注目を集めたアイドルグループ豆柴の大群や、ライブパフォーマンスに定評のある ABEX との共同プロジェクトエンパイアなど、数々の個性豊かなグループが存在しているんですが、その中でも異彩を放ち、昨年4月に念願のメジャーデビューを果たしたばかりのギャングパレードが3月28日 WACK 主催の合同オーディション最終日に、なんと突如分裂を発表。同時に結成が発表された2つの新グループ Go to the Bets、 パラダイスに分かれて活動を開始しました。そして結成からわずか4日後の4月1日には両グループによるスプリットアルバム GP をリリース。そんな経緯で誕生した生まれたての新グループパラダイスのメンバーは、大阪出身でコラムを連載するほど映画が大好きな寺島優香、ミス ID2018 で月のフォトジェニック賞を受賞した月のうさぎ、現在某恋愛リアリティショーに出演中のナルハワールドの3人、さらに WACK の育成プロジェクト WAG からキラメイの昇格も決定し、今後の活躍がますます期待される新グループパラダイスを迎えて行う本日の企画とは。今日はなんか映画館で待ち合わせということだったんだけど、どういうこと？はい、私週一で映画コラムを連載してるんですけど。週一で？そうなんですよ。すごい。映画が大好きで、でも、うん、その中でも特にホラー映画が大好きなので、うん、今日はおすすめ映画を持ってきました。持ってこんといて。どういうこと？二人はどうなん？ホラー映画を見に行くとやっぱ怖いじゃないですか、うんうんうん、で映画見てると私なんでこんなに辛い思うしにお金払って映画見なきゃいけないんだろうってなっちゃって、それで全然見に行ったことないんで。見る？私はたまに見ますね。みんなこんな可愛い顔してる、ね、意外。今日はせっかくゆうちゃんが持ってきてくれたから、はい、見えないといけないけど大丈夫？頑張ります。ね、絶対怖いじゃん。全然怖さが快感に変わる瞬間が絶対ある、でもまあ今回見てもらいますけど、ただ見るだけじゃ面白くないということで、はい、今回こんなゲームをご用意いたしました。ビビリはどっちだ、恐怖の心拍数バトル。これから月のうさぎとナルハワールドの2人には心拍数を測りながら寺島優香おすすめのホラー映画を鑑賞していただきます。ロケの前に2人の心拍数を測ると80前後だったので、今回は罰ゲームとなるラインを120に設定。寺島優香とまきちゃんはその様子を別室でモニタリングします。その気になる罰ゲームというのはこちらです。あ、乱れてる？よく見るやつ。どうやって使うかも分かりますね。こうですかね。やったことある？あ、もちろん、ライブ中によく被ってます。お二人は。ちょっと待って、ライブ中どういうライブ？なんか私たちライブの MC でコントをやるんですけど、うん、その時に被せるんですよね。二人に、はい、主に二人に、どっちか。いろいろあってよかった。さあ、そしてもし二人とも超えなかったら、ゆうちゃんが罰ゲームで。かぶっていただきます。でもそれは唯一3人の中でかぶったことないのがゆうさんなんですよ。でもなんか一回リリースイベントでかぶったんですけど、別になんかそんなに映像としては全然。じゃあ今日はカメラの前でかぶっていただくことになりますので、はい、さあ罰ゲームになれないように頑張ってください。頑張ります。というわけで今夜の音痴かはパラダイスがホラー映画を見ながら心拍数でガチバトル。無理です、無理です。屈辱の罰ゲームを受けるメンバーは、さあ
スタンバイできましたが、月乃ちゃん、そしてなるほちゃん、今のお気持ちはいかがですか？しっかりして。魂飛ばしてた。やだよ。なるほちゃんどうですか？いや、まあ、でもゆゆさんのおすすめ映画ということでちょっと楽しみです。そうか、なるほちゃんそんな怖くないもんね、はい、でも心拍数って言ったら絶対上がりそうだなと思って、うん、そっかそっか。それでは私たちは別部屋でモニタリングしますので。行かないで。しかもカメラさんとかもスタッフさんも全員出ていくんで、本当にこの部屋には二人っきりです。貸し切りある。え、羨ましい。羨ましいです。とにかくビビりまくる月のうさぎに、どこか余裕を感じるナルハワールド。果たして2人の運命やいかに。さあ、ゆうちゃんとモニタリングルームに移動してきましたけれども、はい、ね、2人が2人でも意外と月のが落ち着いてますね、うん、そう、今心拍数76、ナルハ80。緊張してた割には、ね、それでは行きましょうか。はい、はい、じゃあそれでは電気を消して上映を始めてください。なんでそんなに、うん、わあ。心拍数上がった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 。まずは最も怖いホラー映画とも評されるエクソシスト。女優クリスの娘12歳のリーガンがある日を境に悪魔に取りつかれ、異常な言動を繰り返すように。クリスに依頼された2人の神父がリーガンを助けるために命がけの悪魔払いを繰り広げるストーリー。恐怖ポイントはリーガンがブリッジで階段を降りるシーンと、リーガンの首が180度回転するシーン。果たして2人はどんなリアクションを見せるのか。あ、もう無理無理、もう無理。なるほちゃんが100超えた。あ、いいな、私こっち映画館で見たいんですけど。見たい。見たいです。いや、エクソシスト今なかなか映画館で見れないですよ。めっちゃレアですよ。あ、なるほちゃんが185じゃん119。あ、いかなかった。118 117。え、めっちゃすごい。わ、だんだん下がってきてる。119までいったよ。なんと開始早々余裕を見せていたナルハワールドが罰ゲームギリギリの119まで上昇。そして恐怖ポイント一つ目。有名なシーン。有名なシーンね。あ、全然全然って言いながら70代です。リアクションしてるだけや。これ嘘ついてますねこれ。大きなリアクションに反して心拍数が全然上昇しない月のうさぎ。続いて恐怖ポイント2つ目。月乃ちゃんは88のまま。意外と平常。ほんまに無理って月乃ちゃん言ってるけど、ずっと80とかね。始まる前と一緒。一緒一緒。全然変わってない。意外と大丈夫ですね。リアクションはそこそこ大きいものの、なかなか心拍数が120を超えない2人。なんか映画選ぶときめっちゃ迷ったんですよ、うん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 、そのこれをやるって知らなくて、だから脅かす系。いや、もっともっとありましたね。いやいやいや、全然。いや、私はもう怖い。私はもうめっちゃ怖い。そして物語はクライマックス。わあ、もう無理、絶対無理じゃん、これ絶対来るじゃん、絶対来るじゃん。うるさい。やだやだやだ。上がってる上がってる。アーメン。パス、ディフェンダー・オブ・ユーマン・ライツ。スキナちゃんが90超えてきた。あ、いいやん。いいぞいいぞ。あげ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 。あの、下がってた。あ、もう無理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 、もう無理無理無理。あ、ほんと見てない見てない。あ、もう無理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 。ここで1本目が終了。2本目は昨年日本でも公開された
ゴーストランドの惨劇。叔母の家を相続し引っ越してきた母ポリーンと双子の娘ベラとベス。その夜、2人の暴漢が家に押し入ってくるも、母ポリーンは必死に反撃し、娘たちの目の前で暴漢たちをめった刺しにしてしまう。事件から16年後、妹ベスは小説家として成功し家を離れていたが、現在もあの家で母ポリーンと暮らす姉ベラから SOS の電話。急いで帰省すると、そこには意外な展開が待ち受けていた。ここからは心拍数を隠してお届けします。2人のリアクションから心拍数を想像しながらご覧ください。去年見た映画の中で上位に食い込むいい映画でした。いい映画なんや。なんかその感動とかじゃないんですけど、見た後にわ、この体の疲れ方最高みたいな感じ。わからんわ。これ喉枯れちゃう。でもこれが怖いもん。やばい、手汗やばい。Hello? もう待って待って、ちょっと来る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 、もう来るじゃん、もうこれ。あ、100いった。いた。見ようかな。面白いんですよ。面白そう。二人がちょっと上がってきてる。上がってきてるね。ちっちゃい時にそういうことがあって、なんか夢に出てくるんですよね。なんでホラー映画ってこんなに音が全部怖いの？本当に嫌だ。可愛いな、二人ともめっちゃ可愛い、うん、暗闇でも可愛い。めっちゃ可愛い。あ、もう来る、もう来るじゃん。いやー、おいの月、いけいけ、いやいや、やめたやめた、初めてじゃん。私無理です。もう無理です。無理です。無理無理無理。顔やば。かわいい、かわいい。私は許さねえからな、おめえのこと。どう、自分的に心拍数。いや、もう絶対超えてる、確実に。いや、もう超えてる自信しかないです。多分一発目に照明バンと落ちた時点で超えてる、ね、2人ともパンストをかぶる気満々のようですが、さあ結果発表です。ひろちゃんの最高値104。え？嘘？本当に？そう、ナルマちゃんの最高値119。めっちゃギリ、めっちゃギリ。いやいや、せやねんって。だから115、6、7、8、9って上がって、次やって時にまた8に下がって下がって、しかも始まったばっかの何も怖くないところで119までって。そう。だから2人ともリアクションしてただけあって、もううちらには見えず。難しい。ということで罰ゲームはゆうちゃんに決定です。それでは罰ゲームのお時間です。カメラに向かってビビらせられなくてごめんなさいって言ってくださいね、うん、いくわよ。せーの、3、2、1、うん、ビビらせなくて本当にすみませんでした。いや、いいな、ゆうさんもいいな。どうですか、初めてじゃない、2人は見たの。初めて見ましたね。新鮮です。絶妙に愛せる顔になりまして、ね、確かになんかすごいいいことして、なんか祀られたおじいさんみたい。素敵なパンスト顔を披露してくれたパラダイセズが、同じ日に結成された Go to the Bets とのスプリットアルバム GP をリリースしました。
これからギャングパレードをこう新しく体制が変わっていく中で、うん、そのすごい始まりの曲がたくさん入っているので、うん、ここでぜひ手に入れて、手に入れて、うん、たくさんの方に手に入れていただいて私たちの歌を届いていたらいいなと思っております、ね、よろしくお願いしますお願いします。パンストかぶってくれたアーティストも今までいなかったですし、パンストかぶったまま曲紹介というか告知をしてくれる人もいなかったので、そうですね、なんか私これ親見るんですよね親ごめんなさい大阪なんで親とか